日本テレビ放送網工事町分室は2019年まで稼働していた日本テレビ放送網の旧本社、演奏所で分室にあたるビルディング。所在地は東京都千代田区二番町14番地、日本テレビ、工事町ビル、日テレ工事町ビルのほか、旧本社ビル、工事町ビル、工事町スタジオと呼ばれていた。放送では生放送を中心に、 日本テレビ G スタジオと紹介することが多かった。本校では、工事町分室周辺の日本テレビ関連、再開発事業、及びそれに伴い、工事町分室内のスタジオの後継施設として建設された日本テレビ番長スタジオについても取り上げる。旧社屋は、西本館、南本館、北本館、カラーセンターの4棟から成り立っていたが、 カラーテレビ放送開始に伴い建設されたカラーセンターが後に新築された南本館と合体化されたしかし2003年8月に本社機能が2004年2月29日に演奏所機能がそれぞれ港区東新橋に建設された日本テレビタワーへ移転したが同ビルの面積が狭く多くのスタジオを設置できないことから本社が移転された後も解体まで旧車屋は 工事待ち分室、日テレ工事待ちビルとして、北本館にある二つのスタジオと、南本館にある貸しスタジオに限り運用を継続して行い、主に収録番組を中心に引き続き使用されていた。また、制作部門の一部デスクも止まっていた。また、日本テレビグループ企業の本社が入居しており、CS 日本の本社と創出マスターもここにある。 2000年12月1日から放送を開始した BS 日本ら本社と創出マスターも置かれていたが2014年3月に日本テレビタワーへ移転した施設周辺にはバップや日テレグループ企画など日本テレビホールディングスの子会社関連会社が入居する別館群があり旧西本館は一般テナントビルとして使用されている一方で 横浜市に本社を持つ RF ラジオ日本も東京支社を港区麻布台から移転するとの報道もあったがこちらについては実現しなかった塩止め日テレタワーと日テレ工事待ビルはスタッフ専用のシャトルバスで結ばれていた1961年頃の外観電波塔のスーパーターンスタイルアンテナのモニュメント1953年8月28日当地において 日本で最初の民間放送によるテレビジョン放送を開始した。正面には開局当初から1980年まで当地に立っていた電波塔のスーパーターンスタイルアンテナが南本館の入り口にモーニュメントとして飾られている。デジタル放送への対応策として本社が用止めの日本テレビタワーへ2004年2月29日に移転された後も工事町の社屋では 幾度と増改築を重ねてきたこともあって2004年時点で、さほど老朽化しておらず、新社屋の敷地面積が他の在京民放の社屋より狭いことや他局への移動がしやすいなどの理由から、本社機能と報道、情報番組制作、一部のバラエティ番組制作が日本テレビタワーにシフトする中、多くのバラエティ番組の収録については、 工事町分室の北本館にある二つのスタジオと南本館にある貸しスタジオに限り引き続き使用してきた。本社機能、番組収録をすべて旧社屋から新社屋にシフトした TBS や富士テレビとは異なる対応であった。工事町分室には日本テレビで最大面積を誇る G スタジオがあることから主に観客入れや出演者が多い番組が収録されていた。また、 制作部門の一部デスクは分室に止まっていた。また、日本テレビのグループ企業の本社が入居しており、周辺には、バップなど、日本テレビの子会社、関連会社が入居する、別館群がある。旧西本館は、一般テナントビルとして使用されていた。北本館屋上鉄道に設置されている、お天気カメラは、使用止め移転後の現在でも引き続き設置され、 都庁をはじめとする新宿高層ビル群の帳簿が特徴である。かつて当カメラの映像はスカイパーフェク TV で放送を行っていた CS 日テレで CM 時の差し替えとして使用されていたが地上波での生放送ではそれ以来あまり使われることはなくなった。南本館地下には再生マミズプラントが設けられ、同館建設時に館内の飲料用排水を集め、殺菌。 消毒の処理を行った上で、まみずかし、再び飲料水として使用するものである。これによって、館内での飲料水は飲みやすく、美味しいと言われており、社員、関係者、タレントからも大変好評であった。また、これに伴い館内での排水処理は厳しく制限されており、一般水道用の流し台や排水路へは、薬品、洗剤類などの排水が禁止されているほか、 トイレ用の水や美術用の水とは配管が厳密に分けられていた。先に触れた工事町分室周辺の別館群のうち4番町別館は工事町分室が本社であった時代は1階に中継車線用の車庫が置かれ中継機材基地としても使われていたほか建物内には喫茶室、テレビの泉や小規模番組収録用スタジオであった L スタジオなどが併設されていた。 南本館は東京メトロ有楽町線の工事町駅に直結しており、マイスタジオ前に階段、駅構内に南本館への入り口があった。工事町分室での番組制作は収録番組と生放送番組で扱いが異なる。収録番組については各スタジオの副調整室に設置されていた収録機材を用いて収録し、 編集所での編集を経て放送されていた。また生放送番組については、塩止め本社、麹町分室間に映像の伝送を行うための光ファイバーは、付設されていたものの、麹町分室の各副調整室と塩止め本社の主、調整室とが直接接続されていなかったため、生放送で必要となる CM などの各種制御信号のやり取りができなかったことから、潮止め本社に、 工事町分室からの映像を受けるための副調整室を用意する必要があった。このため、工事町分室のスタジオを使用した生放送はあまり多くなかった。ちなみに、BS 日本と CS 日本の本社、創出マスターが工事町分室にあった頃は逆に、日本テレビタワーで制作した BSCS の番組を工事町分室に光ファイバー伝送して、 それぞれのマスターを経由して放送されていた。また敷地内の北本館裏側にあった日本庭園では V 級時代の読売ジャイアンツが後楽園球場でセントラルリーグ優勝及び日本シリーズ優勝を達成した際に優勝祝賀会を開催していたこともあった。2010年代後半になると建物全体の老朽化が進んでいたため 4K 放送などの新しい機能を備えた収録。 生放送の双方に対応するスタジオとして、旧日本庭園跡地を含む用地に、地上11階、地下5階、高さ59.9メートル、延べ面積33,600平方メートルの日本テレビ番長スタジオが2018年8月に竣工した。2019年1月29日に稼働開始。それと、同時期に1953年8月28日の、 開局から増改築しながらも約65年間使用された工事町分室のスタジオが運用を終了しビルも閉鎖された。2020年12月に予定している全体の竣工に向けて番長スタジオの運用開始と同時期に南本館から工事町分室の解体が開始。工事町分室のビル群は順次取り壊され1年後の2020年4月現在。 解体作業中の北本館を残して、南本館、カラーセンター、西本館の地上部分は全て解体されている。なお、麹町駅へつながる階段は残されたが、駅構内の入り口は姿を消して壁面となった。基本的にスタジオ業務旨として設計、建設された北本館が番組収録の拠点となっていた。北本館が建設される以前にもこの地には、 g スタジオが存在しており、24時間テレビの第1回放送では、q g スタジオも番組のメインスタジオとして使用されていた。北本館5階にある、バラエティ、音楽番組向けの HD 対応スタジオ、スタジオ入り口のドアの色は青、主に、有吉ゼミ、嵐に仕上がれ、1億人の大質問笑ってこらえて、メレンゲの気持ち、焦点、世界の果てまで、 言ってきう、うわ。騙された対象、ぐるぐる、ナインティナイン、のぎビンゴ、ケアビンゴ、キューピー3分クッキングなどで使用されていた。稼働開始当初は、ルックルックこんにちは、久米博の TV スクランブル、坂井博の噂のスタジオ、午後11時などのワイドショーで使用されていた。その後は、つるちゃんのプッツンゴ、TV おじゃマンボなどでも使用されていた。 北本館1階の HD 対応スタジオ。日本テレビにてフロア面積最大のスタジオで、主に観客入れや出演者が多いバラエティ番組や音楽番組の収録に使用されていた。スタジオ入り口のドアの色は大々。北本館と隣接の大野や支店の間にある、公道から入る通用口にもスタジオに直接入ることができる入り口があった。行列のできる法律相談所、世界丸見え。 テレビ特捜部、天才、志村動物園、ザ、世界行天ニュース、商店、中井の窓で使用されていた。1982年の落成時には、こけら落とし番組として、歌のワイド90分、がこのスタジオで、初のレギュラー制番組として放送された。日本テレビで1990年代の黄金期の、多くの番組を見守ったスタジオであり、かつての改編期特番。 スーパークイズスペシャルやサンマスマップ美女と野獣のクリスマススペシャルレギュラー番組でもクイズ世界は商売商売どちら様も笑ってよろしくマジカルズのパワートンネルズの生でダラダラ行かせてうっちゃんなんちゃんの売りなりザ・鉄腕・ダッシュなどが制作されていたまたザトップ10や歌のトップ10の生放送もこのスタジオから行っていた 両番組は渋谷公会堂から生中継ができなかった際の保管ホールとしての扱いで使われ後者の番組が同施設からの公開生中継から撤退してからは最終回までここからの生放送であったその他いつみまさたかが二度目の岩再発の記者会見を行った場所でも知られている北本館護階にあったバーチャル専用スタジオで ケスタジオ美術倉庫の一部を改装して作られた。主に朝天王、朝10を独占。スポーツ情報、所さんのメガ10。爆音。てっぺんリーグなどで使用されていた。その後機能は、現在の使用止め本社へ移されたが、スタジオの運用状況によっては、インタビューなどの収録や、歌え。昭和のベスト10、恋する、クラシックなどの BS、日テレの番組。 日テレポシュレなどで使われていた。報道番組で使用されてきた南本館4階の E スタジオをナイトロが運営、保有する歌詞スタジオとしてリニューアルしている。主にダウンタウンのガキの使いやらへんで、の一部企画や日テレポシュレ、それいけアンパンマンクラブなどで使用されていた。旧カラーセンター旨、編集1階が H スタジオ、3階が J スタジオと 縦に並んでいた。日本テレビがカラー放送を開始する際に新たに設置されたスタジオ胸で光の三原色である青、赤、緑の色彩を模した外観が特徴的であった。完成当時としては最新鋭のカラー放送収録に対応した機材群が揃えられており、同社の名前の由来でもある。同社において現存する一番古いスタジオであったが、ゆえに老朽化が激しく、 新本社への移転、稼働を契機として閉鎖され、その後は、日テレアーカイブスのビデオテープなどが保存されている、工事待ちアーカイブス館として利用されていた。第9スタジオ、H スタジオ、編集スタジオが使われていた当時は、午後は思いっきりテレビや、おしゃれ30.30 30、午後11時、EX テレビなどで使用されていた。その後、ズームイン。 スーパー開始に伴いご時代でこのスタジオを使用したため、平日の生番組について、J スタジオと使用番組の入れ替えが行われた。スタジオ入り口のドアの色は緑。また、スタジオ内にて、心霊現象が起こると話題になり、一時、番組で取り上げられていた。第10スタジオ、J スタジオ、編集第10スタジオ時代には、1968年11月22日に、 日本プロレスの興行が開催されている。これは当日予定されていた、高楽園ホールでの興行が、大学紛争の影響で中止になったため、苦肉の策として、急遽、日本テレビ本社スタジオにリングを設置し、一般観客も入れた、テレビマッチとして開催されたものであった。日本テレビは1953年の開局から2009年3月まで、地上派でのプロレス中継を行ったが、 自社のスタジオでプロレス試合を行い、中継放送したのは、この1回のみとのことである、J スタジオに解消後は、長らく、お昼のワイドショー、ルックルックこんにちは、ザワイドなどのワイドショーで使用されたが、ズームイン。スーパーが始まることで5時台に H スタジオを使用するため、H スタと J スタで使用スタジオの変更が行われた。スタジオ入り口のドアの色き南本館、 編集マイスタジオ、編集、マイスタジオ初代を参照イースタジオ、報道スタジオ、編集、南本館4階にあった、報道専用スタジオ、新本社の移転、稼働後、子会社の日本テレビビデオが同所を再整備し、2007年の子会社再編で、技術部門を継承した、日テレテクニカルリソーシーズが運営する貸しスタジオ、スタジオナイトロキューブとして使用していた。 日本テレビ番長新スタジオ2010年3月31日、日本テレビは、工事町分室、別館群と地続きの土地を取得した。工事町外区における大再開発事業が検討されている。2013年8月28日には、二番町地区について再開発を進め、スタジオと商業ビルからなる新スタジオ棟の建設を決定したことが発表された。 当初は2018年に完成予定だったが、2020年4月に延期された。2016年の年頭記者会見によると、同年から建設することが発表されている。新スタジオ胸のスタジオ部分は2018年8月に、春工。名称を、日本テレビ、番長スタジオとした。新スタジオには、C1 スタジオ、C2 スタジオ、C3 スタジオ、 C4 スタジオの4つのスタジオが置かれ、C1 スタジオと C2 スタジオは、日本テレビのスタジオでは、9時イスタをしのいで最大の広さとなる265坪である。また、ソフトファーストストーリー精神構造という新しい地震対策が適用されている。戦術の通り、工事待ちビルは順次取り壊され、従来工事待ちビルにあった機能を今後、番長スタジオに引き継ぐ。ありがとうございます。